さあ今回から始まりますよ。何が？はい、新しいシリーズでございます。動画シリーズでございます。それが何かと申しますと、レンタルクエスト。まあレンタルフィールドでいろいろ遊んでいってチャレンジしてみようよといったそんな感じなんですが、当然主役は私じゃございません。到底私じゃございません。船といえばレイドで今一押しのスーパーアングラーいますんで、主演は梶原智弘、まあこちらが、主役として始まるよといった感じでございます。どういった感じでやるか、まあ、当然不慣れなレンタルフィールドに出かけていって、下見はございません。ぶっつけ本番です。ある意味週末ちょっと遊びに行ってみない、あのレイク久々にっていう皆さんと変わらない、もしくはそういったところを参考にしていただける、そういった動画を目指して主演梶原智弘で始まります。おはようございます、カジアンです。この企画はですね、僕カジアンがレンタルボートで金森さんからいただいたお題をチャレンジしていくという企画になります。で、今回来たフィールドはこちら。僕も初めて来ました、豊房湖ですね。SNS だったり、まあ、雑誌だったりでよくずっと昔から、聞いていたフィールドなんですけど、もう事前情報もなしで今初めて水の色を見たんですけど、どんな感じなフィールドなのかなと思いながら、今日は一日、お題をチャレンジ していきたいと思いますので、よろしくお願いします。さあそんな感じで始まったレンタルクエスト第1回目でございます。フィールドはまあご縁がなくとも耳にしたことは必ず皆さんあると思います。そう、暴走リザーバー。はい、いくつかフィールドはありますね。亀山ダム、高滝ダム、三島湖、豊房湖、戸面原ダム、まあ簡単に名前を並べてもポロ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 っと並んでくる、これだけのフィールドを有した地域でございます。その中で今回は豊房ダム、はい、第1回は豊房ダムでクエスト、まあこれをやってもらおうということなんですが、その気になるクエスト内容、個人的な見解ではありますが、実はこの豊房湖、数釣りも狙える、当然一発狙える、サイズも狙ってきますね。さらにそれのミックスバック、数も釣りつつサイズも追求していくぜ。さらに、ソフトベイト、まあちょっとフィネスなアプローチからストロングなアプローチ、プラグに至るまでいろんな遊び方ができる、すっごい魅力あふれるフィールドっていうのが個人的な、イメージでもあるんですが、その中でまあトーナメンターの鍛冶屋に数を釣ってもらうっていうのも悪くないね。でもやっぱ見応えがあるのはやっぱでっかいバスもいるフィールドです。クエスト内容は50アップ、まあこれを、仕留めていただこうという内容でございます。でもね、初めてなんです、カジアン。もう情報もなければ経験もね、そんな初めての豊房ダムにいきなりポンと連れてかれて、この50を、クエストテーマに釣りをするっていうのはそんなに簡単ではないこと、まだ豊房ダム行ったことない人、経験値がまだ浅い人、あ、この時期はまだ行ったことないなっていう人、どういう風にでかいバスを狙っていくか、それを参考にしてもらえたらなと思いますんで、詳しくはもうこの後スタートしますよ。クエスト内容は豊房ダムで50アップを仕留める。で、お題があるということで、はい、はい、金森さんからのメッセージ、じゃあ見させていただきます。はい、豊房ダム編でございます。はい、鍛冶屋に越えていただく壁は、はい、まあ、いろいろあるんですが、厳選に厳選を重ねて50アップ、50アップ、50アップを仕留めてください。はい、 49.9 はノーカウント、はい、目標達成は50アップでございます。50アップですね、よろしくどうぞ。はい、ということで金森さんからのお題は50アップということで、なかなか初めてのフィールドでなかなかプレッシャー のレベルの高いお題をいただきました。ですが今日は雨ということで、まあ、強い釣りだったり、まあ、フィネスの展開、まあ、自分がトーナメントでいつもやってる展開で、50アップを仕留めていきたいと思いますので、
皆さんぜひ注目して見てみてください。まず、はい、どちらに向かってるんですか？ですね、右も左も全く分かんないんで、今さっき Google マップを調べましたら、こっちが上流らしいです。まあ、とりあえず上流から見ていきたいなと思うんですけど、水もこんな感じで濁りはついてるんですけど、まあ、綺麗な感じなんで、僕の地元にもなかなかない特殊な水の色してるなって感じで、とりあえず上行って、まあ、どういうダムなのかを見ながら早いテンポで釣りしていきたいなと思ってます。まあ、ちょっと何で釣れるかも全然知らなくて、なのでまずはちょっとサーチでキラー D ですね。ちょっと水面直下を結構やっぱ力強い動きするんで、なるべくこの濁りでも魚でかい魚呼べるようにキラー D から始めていきます。ロッドはグラディーターアンチのザ・フロックマンっていう、まあ、何でもできる竿なんですけど、フロックを結構メインにも使える竿で、67の M 位置なんで超キャストしやすいで、こういうレイダウンがすごい低い場所のフィールドとかは超キャスト決まるんで、なんか雰囲気で言ったら暴走リザーバーに一番向いてるのかなって思いますね。キャスト重視で正確にいいスポットにいいものを送り込めるっていうロッドになってるんで、結構これは多用します。こういうフィールドではいい音だな。キラー D はツイッチしてもよし、巻いてもよし、どっちでも OK です。結構いいスピンスポットではツイッチ入れてもいいかなって感じです。カジヤンはキラー D を朝一投げること多いんですか？そうですね、トップウォーターめっちゃ好きで、やっぱりこういう水質系は魚呼ぶんで、何かしらの反応があるんですよ。チェイスだったりそういうのを見たいが、見たい時とかはすごく対応します。負けるトップウォーターってほんとテンポいいんで、でなんか追ってきた時とかにまた止めてツイッチも入れれるんで、結構多用しますね。追い込みやすいし騙しやすい、そして糸の存在がやっぱなるべく少ないんで、やっぱでかいのには食わせやすいですよね。結構自分はトップウォーターで試合組むことが多くて、本当にでかい魚ってトップウォーターで食わせる一番多分可能性があるのはトップウォーターなんで、やっぱ水面が一番の壁なんで、こういう浮いてる木とかについてたりするな。この時期は意外とウッドチップがすごいいっぱい浮いてるんで、ちょっとカバーの主体とした釣りでも面白そう。今何をしてるの？これはですね、マスタージグですね、に平平ら 3.71。 ちょっとウッドチップ溜まってたり、まあ、乾水植物があるところはちょいちょい打っていこうかなと、テンポよく。なんで 9g です。7でもいいかなと思ったんですけど、ちょっとテンポよくなるべくふわっと落としたいんで、まあ、絶妙な落とし方は 9g かなって、このセットですね。結構吹いたした、そろそろ頑張ってこう。ちょっと下こういうウッドチップにルアーを入れていきます。来た、よっしゃ来た、よし、おお飛んできた、やった、ジグで釣れた。めっちゃいいところでマスタージグ平平、よっしゃ、めっちゃいい当たりだった。コーンってドキッとした。1匹目、すごい色が綺麗で、なんかすごいスポーティーな体してますね。筋肉質で1匹目、やった。
豊草湖初ボス。いやいましたね。結構今の魚はすごい重要で、なんかすごくレイダウンが入ってて、でウッドチップが溜まってて、食ったのも結構水面直下で食ったんで、やっぱ魚は意外と上っ面の方にいるかなっていうすごいヒントもらったんで、ちょっとこの先もちょっと同じようなシチュエーションあるんでやっていってみたいと思います。だいぶ川幅が狭い。うん、そうですよね。浅いところでもでかいの入ってくる。でかいの入ってきます。意外と細くて、もうすぐバックウォーターの、うん、一番上かなと思っても意外と長いですね。うわ、来てた、バス。でっか。今バイトしてきた。キスバイトしたっすね。なんかルアー軌道変わったなと思ったら、トゥンっつって。本当50あるなしぐらいあったかもっすね、レイダーの中に。急に、しかも2匹いました。来た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 。食え食え食え。うわー、でっか。めっちゃ食いそうだった。そう、超ずっと追ってきたっすね。めっちゃ降ってきた。戻ります。豪雨予報が出ました。すごい、めっちゃ降ってきた。傘っすか。はいっすよ。はい、全然。これちょっとやばいっすよね、カメラが。暗いな。夕方のように真っ暗っす。すごい、すごいな、これ。全然目が見えん。すごいすごいな。ロケで初めてかも、この暗さ。何も聞こえない。何も。やばいな。一気に下っちゃってる感じです。そうっすね。ちょっと隣の筋も見に行ってみようと思って。状況変化も少ない。下流側に行ってみます。ちょっと下流の方に移動してきました。次はゴリラですね。ちょっと強めのクランクで。結構スピード速く巻いていってみようかなと思います。まだ降ってきた。なんか10時半ぐらいまで降りそう。あー、本当ですか。うん、もう一回強いのがちょっとひどいよ。ちょっとこれひどいです。雨が強くなるばかりです。結構豊洲さん広いっすね。こういう方のあの数字も行くんですか。そうです、そうです。スピード重視で。そうですね、今からそっち側に下流まで見に行けたんで、うん、次はそっち側で。ちょっとキリがないんで、とにかく一周見たかったんですよ、うんうんうん、なんでそんなにゴージャスじゃないところは全部カットしてんで、けどプラも大体こんな感じですね、基本的に。いつもとクイティのプラでもとにかく最初はざっと一周見る、うん、そっから煮詰めていくっていう感じで。釣れんすぎやわ。釣れんすぎや。全然なんかパターン的なものを感じない。こんなのあるかもみたいな。なんだろうな。そういう時はなんかひらめきでやったりするの。そうっす。そういう時はもうひらめきです。あるかもみたいな。あとはやっぱ角度かなと思ってるんですよね。通す角度とか。クランクも斜めに切るんじゃなくて本当に平行ベッタベタに流したりとか。全然横とちょっと斜めから切るのと横から切るのも全く違いますね。おしっか。おお、かわいいかわいい。よいしょ、ゴリラ。よいしょ。ちょうどバンクベッタベタのとこにいいとこ入ったなと思ったらすぐ食いましたね。ちょっと50アップには程遠いですけど。けどやっぱ横のクランクベイトで釣れたっていうのはすごいでかいです。やった、いい魚。けどここの魚全部綺麗ですよね。傷一つなくて色も綺麗。いや、いい魚がゴーンってすごい力強くひったくりました。すごい、これはもう普段だったら中止っす。パフォーマンスが全然発揮できん。本当だよね。まだやったことあるフィルターだと発揮できるかもしれない。全然わからん。
もうなんか真っ暗闇を歩いてるような感じでしょ。そうなんですよ。この辺吊るそうだけどな。ほい、釣りたい。釣りたい。45でいい、ちょっととりあえず辛くてつって。勢いづけるために。なるほどなるほど。はい。連発ひったくってった今の。かわいいけど3匹目。いい、楽しいな。クランクベイト、はい。反応圧倒的に良くなってきましたね。結構早めに巻いてたんですけど、巻くスピードを結構ゆっくりめに巻くようになって、圧倒的にバイトが増えましたね。下流で何もなかったんですけど、そこからちょっと上登ってきてて徐々に反応が出だしたんで、やっぱりこっちの川筋が良かったかもしれないですね。この辺つらす仕留めてやる。寒っ、空気感冷たくなりましたね。釣り的にはどうなんですか。釣りしにくいです。もうもはやしにくい、しにくいっす。おっしゃ、来た、よし、いいサイズ、来た。よし。釣るし、あ、じゃあストレート、ちょっとかまし、イエーイ、釣れた、釣るしで釣れた。ちょっとこましになった。やった。はい。結構もう上の方まで来たのかな。すごい濁り入りましたね。だいぶ上に来た。だいぶ上に来ましたね。この濁りはどうですか。僕的にはあんまり好きじゃないんですけど。ルアーとかやっぱりちょっと潜るだけでもう見えないですもんね。こんぐらい潜ってたら濁りの層が強すぎちゃって、まあきれい、この川自体がもう全部こんな感じになっちゃってたんで、バスはいると思います。でもやっぱり一番上まで行ってチェックっていう感じ。そうですね、やっぱりこの筋も一番上までは見たいなっていう感じなんで。ロジャップつって即終了。雨の次は風です、ね、勘弁して。しかもなんかちょっと生ぬるい、ね、生ぬるいっす。送った、よっしゃ、来たジグスト、よしよ、来たー、サイズアップ、よっしゃ、いい魚、うい、太いジグストでしたね、濁りの中の。よっしゃ、ナイスフィッシュです。太い。肉厚、超力強かった。やった、よっしゃ。さあサイズはいくつだ。42.5。 はい、だいぶサイズアップしました。イエイ、近づいた、だいぶ近づいてきましたね。いや嬉しいな。水深も20センチぐらいのところで釣れたんですけど、アウトサイド側のちょっと流れがよどんでいる場所に多分ステイしてたのを見つけてパクッといったんじゃないかなって感じです。この濁りの中ではっきりさせる、シルエットさせるんだったらジグとこの平タイラーのボリューム感しかないかなと思って、ジグストですね。マスタージグに平タイラーさんということで、この組み合わせ大好きで最近ずっと釣りまくってます。
一気に向こうの筋の上行きます。ひらめいちゃった感じです。なんかちょうど今こんな感じなんで、うん、朝見えたりした魚の量的にも向こうの方が多いのは多いと思うんですよ。ちょっと上流の方が今は刺してきてるかもですね、うん、こっちのエリアでも結構上流で今のも釣れたんで、うん、結構サイズのいい魚は上に上がってきてるかもしれないです。これだいぶ上まで来ました。そうですね、隣の筋の最上流に戻ってきたんですけど、結構やっぱ濁りと流れが強くなって朝とは全然違う雰囲気になってるんですよ。先ほど釣れた 42.5cm も同じような水質で、しかも上の方で同じような景色があるところで釣れてたんで、ちょっとあるかもと思ってエレキ飛ばして隣の筋に来てみました。まあ朝一こっちで結構魚見えたんで、そういう魚がもしかしたらこの濁りで口使うようになってるかもしれないんで、うん、どうだろう。あ、けど鯉は落ちてないから意外とバス入れるかもな。ゴジアップ来い、本当にお願いっつって。食った、よっしゃ食った、よしよし、でかい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 、よしよしよし、でかいでかい、マスタージグ、よし来た、でかい、よっしゃー、ふっと、いや、ふっとゴンブト、すごい、いや、来たー、めっちゃいい食い方だった、よっしゃー、イエーイ、ウェイトがすごい、やった、すごくないですか、マスタージグ、がっつり、流進でしたね、左側の一番流れてるところに入れたら、ジグストしてきたら、釣れましたね、すげえ。すごいちょっと色が違いますね、黒くてお腹白で超かっこいい、めっちゃ太い、しかも流進にいたんで、やっぱ引きが強かった、やっぱ強いやつは流進入れるんですね。水温もすごい下がったのに、いやー嬉しい、これやった、さあ何センチあるだろう、これは50ちょっとないかもしれないですけどどうだ、はい、おっ、ここっすね、46、あと4センチだ、あと4センチ、けどちょっとこいつは太いんで、ちょっと重さを測りましょう、いくらあるんだろう、46センチでいくつだろう、めっちゃ食ってますね、はい、161、そうですね、1610、すごい1600もありました、いやー超いい魚、これはちょっと豊洲さんの思い出に残る魚の一匹になりました。けどまだまだ上はあるんで、あと4センチ伸ばしていきたいと思います。これはジグストだな、よっしゃ、サンキュー、ゴンブト超かっこいい、ありがとう、うーかっこいい、さっき向こうで釣れた魚がすごいこれでヒントになって答えになりましたね。やっぱ意外とこういうひらめきが大事で、すぐ戻ってくるといいことがあるっていう。けどさっきと違ったのはエリアは似てるっすけど、流進に入れたら全然やっぱ体型から全然違うっていう、それはちょっと気づけたんで、今からヨレと流進をちょっとジグストで使い分けていきたいと思います。ちょうどそこのちょっと大きいの黒い何か、ここに杭みたいな、なんか多分まあ杭っていうかあれか、オダですね、沈んでて、その一番流進のここに波、流れがぶつかってるんですけど、一番強い部分で食いましたね、ドーンって食いました、食った、おっしゃ、連発おお、すげえ、見えた、
ちょっとサイズしてきて連発同じとこですげえ魚刺してる。やったすごっ。小ぶりだけどこいつもめっちゃ食ってしっかり取ってる。魚刺してきてますね。上にちょっと掴んできました。やったまだまだ釣れる。この調子でまだまだ釣れる。よっしゃやっていきます。ガチャ釣ります。うっしゃ連発やばいすげえ超楽しいういよいしょすごくないですかこれ。めっちゃ釣れる。ハマってるハマってる。やばいガッポシ。いやーこれ多分サイズ問わずいっぱい刺してます。よいしょいきます。ここら辺が激アツっす。なんかこの区域が大正解でした。今のもおっしゃまた食った。やばいまた食った。やばいやばいすごいちょっとびっくり。これはこれはマシマシ。うっしょやばくないこれ。やばいこの組み合わせやばい。超釣れる。よっしゃ連発ですやばこれも太い。やべこんな経験初めてかも同じスポットで。いやーやばいこれもでかい。がっぽし今当たった瞬間ちょっと嘘かなって思うぐらいやば。さあおい、お40分41。いやーすごい超かっこいいなやったこれはまだまだなんか釣れる気がしてきたぞやってやりよす。サキューすごいなこんな経験初めて。雨パワーとジグストパワーですよ。何なんだろう全然深くもないんですけど、ちょっと開けてるぐらい。まあ唯一言うのであればあそこだけ岩盤なんですよ。そこ以外は岩盤一つもなかったんですよね。ここだけ岩盤で、まあ左側にちょっとしたくぼみがやっぱり流れが寄れる場所があって、で上流側には小田があって、確かに魚は止まる場所ではあります。ここもキュッて狭くなって、ここが若干開けるんで、でやっぱ小田もあるし、その上にも結構いかつい小田があるんですよ。見えないんですけど、なんでこの区間は居心地がいいんでしょうね。とちょっと膨らみがあるから流れの分もパワーが流れが狭いところよりもちょっと緩くなってるっていうのはあると思います。だから待機しやすいとか、あとはベイトがちょっとそこで止まる可能性ありますね。上に登っていく途中でちょっと小さなサイズも全部粒子に刺してる。さあまだ来い。ここで何匹までいけるかまた同じとこからキャスト始めて。50ドンと来てください。50くと、おっしゃすげえやばまた釣れた。すげえバスだらけ。え小ぶりだけどやばい。ちょっと可愛いけどやばい。これは状況変わりましたねすげえええ5匹目です。この場所だけで5匹目です。これはすごいぞ。もっと流れなかった。よし来た来た来た。よっしゃまだいた。よっしゃういうぅいいサイズ。よっしゃういこれもいいサイズ。いやすごい。いや掴んでますね。時を掴んでますこれもがっぽしもっと粒子に。いやーよかった。こっちの筋ひらめきって大事だな。雨でバグるってすごいっすね。
絶対でかいのもいるはずだよな。よっしゃ、食った来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 た、丸見えバイト7本目、よっしゃまた釣れた、すっげえなやったおいすごい、さすがにいなくなったかな。でっかいのはもっと上に上がるんかな。なんか水増えてちょっと上がっていけそうな気もする。水増えて上がっていけますね。いけるっす、まだ上来い、来た、よっしゃでかい、よし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 、いいサイズ、これもいいサイズ、よしよしよし、ちょおこれもいいサイズ、おい釣れた、上に刺してるバスだ、よっしゃおいよいしょ、おいレギンスまだいるまだいるすごすぎ、この組み合わせやばいな、このデロンデロンジグスとかやばいっす、いくつだと、お、長い、 43.5、 43.5、 よし40本、かっこいいな、釣りがいいっすよね、ジグストってほんと気持ちいい、今のもカコーンって当たりきました、しかも流れがあるからほんと引きがすっごい強烈です、いやー50までいけるんじゃないですか、行きましょう、雨が止んで風が吹き出したのが良かったかもですね、こんな細い場所でも結構な風を受けるぐらい今吹いてるんですけど、本湖側は結構大荒れぐらいの感じの、そういうのもあって居心地がいいかもしれないです、ちょうど、よし来た、よしいいサイズ、これよしよし、あ抜けた、くそー、あ40ジャストぐらいか、いた、今のちょっとスキニーだったけど、いたいた、まだ上がれるんですかこれ、もうちょびっとだけっすね、ただそこがもう限界なんで、よし50来い、50がどこにいるかっすね、まあ、絶対にいると思うんですけどね、こんだけ魚が居心地がいいっていう環境揃ってるんで、よっしゃ来た、よし見えた今バイトふわんって、よしうい、あ抜けてきた、危ない危ない危ない、よっしゃ連発、これも結構いいサイズ、太いな、イエイなんでみんなこんな綺麗なんだろう、綺麗ですね、ほんと魚が傷が全然なくていい魚ばっかり、いやすごいな、後半の連発劇はすごいです、止まらないです、よいしょ、お、めちゃめもっとバグれ、もうその辺までなんでこの辺で U ターンです、不思議な天気ですね、結構足元で食ってるじゃないですかさっきから、はい、なんかこう理由があるんですか、やっぱりあの軌道変化ですね、やっぱ横に動いているものが上に向かって変わるんですよ、軌道変、そこの瞬間に大体食うんですよね、これはもう巻物系のピックアップでよくあることなんですけど、やっぱり横のものが縦に動くって一番のリアクションなので、バスはそういう変化球にすごい弱いんで、逃げられる前にっていう、でまた壁に追い込んでるっていうイメージもあると思う、水面という壁に、ああ、はい、これで歌い達成したらもうそうです、完璧です、本当に50アップ、50アップ来い、よく考えたらでも4時帰着、あ5時帰着だからさ、はい、そうなんです、ラスト勝負っす、50が50さえ釣らしてくれたらそれでいい、でかいの絶対いると思うな、おっと食ってない、今なんか木に引っかかったんかなとグングンしました、釣れた、やっぱりこれは釣れる、だいたいそれアベレージですね、32センチが豊洲ダムの結構アベレージっぽいです、はいありがとう、おう
すごい降り出した。うわすごい怖い。いやでも、いや入った方がいいかも。なんか荒れてるよね。すごい、これすごいかも。エンディング取れない、取れない。よし、下りましょう。台風並みだよ。本当っすよね、すごいな。結局やまなかった、うん。今回メインとなったタックルの1本目なんですけど、ロッドがですねグラディエーターアンチの GA72HC のキングヘビーという竿で、リールはですねシマノさんのメタニウムシャローエディションですね、の、XG を使用してます。でラインがバリバスさんのアブソルトトリプル A の16ポンドです。で、ルアーがレジジャパンのマスタージグの 9g に平平、今ちょっとですね今日釣りすぎちゃってワームの在庫がなくなっちゃいまして 4.7 インチつけてるんですけど、本当は 3.7 インチをセットしてこんな感じです、セットして、釣っていきました。で今回の使い方的にはメインとなったのはジグストですね、スラッグを叩いて水面から、まあ、僕の場合は今日は20センチから30センチをこう頭をもうヘッドバンディングさせて暴れさせる、結構ですね雑に動かした方が僕的には釣れるので、スラッグをきれいにっていうよりかはとにかくバシ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 動かしていくとよく釣れるので、ぜひ皆さんやってみてください。はい、今回メインとなった2本目のタックルなんですけど、竿がですねグラディエーターマキシマムの GX72MH+C のバルトロヒート2です。でリールがですね24メタニウム DC で、ラインがバリバスさんのアブソルートトリプル A の12ポンドで、そのままルアーがですねゴリラーですね、レッドジャパンのゴリラーという強いクランクです。まあ、今回は結構平行だったりバンクに対して垂直だったりいろいろな角度で切っていったんですけど、まあなるべく平行の方が今回強く釣れたんですけど、とにかく強いクランクです。なのでゴリ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 濁りの中でも、こういった水が悪い時や、まあ、カレントがめっちゃ強い時に使うとすごく効果的なので、ぜひ皆さん試してみてください。今回メインとなったタックル3本目なんですけど、グラディエーターアンチの GA70HS の ST のパワーノーズっていう竿にリールがですねシマノさんの、バンキッシュ23バンキッシュの 2500SHG でラインがバリバスさんの、バス P の 1.5 号で直結でフックがカバーネコフックにワームがアジャストレートを、5.5 インチカットした交付力ですねを 5.5 インチカットして、2.2 グラムのネイルを入れたカバーネコっていう感じになってます。今回はこれを、結構カバーにタイトに入れてったんですけど、まあ結構いい魚も釣れて、やっぱりこの時期はアフターだったり回復系の魚っていうのはやっぱりちょっと大きめのオダだったり、まあ、レイダウンにすごくタイトにつきやすいので、それを上から落としていくと拾いやすい。でそして水面から落とすことによってラインの存在を消せるんで、なるべくカバーの中でもラインの存在を消してでかいのを引っ張り出せるっていうのがカバーネコの強さなので、この時期からもっともっと効果的なのでぜひ皆さんやってみてください。はい、釣りを終了しました。さあ雨が止みましたね。見てください、全身ずぶ濡れ。まあ釣りが終わると止むっていうのはあるあるですけども、かなりもう全身ずぶ濡れで寒いんですけど、まあこんな感じで、今日は豊洲ダムをですね1日釣りしてきました。で、午前中はかなり苦戦しちゃったんですけども、まあ午後から少しパターンを見つけて、釣ることができ、しかも僕も人生で初めての経験で、ほんと小さなワンスポットで7連発、もう僕は7連発多分一生覚えてるだろうと思うぐらいすごいいい思い出になりました。でそしてやっぱり自然の豊かさ、そしてバスの綺麗さですね、全然怪我がなくて本当に恵まれた環境でいい育ち方をしてるからバスもあんなに綺麗で、しかも全部筋肉質だって、すごいいい魚ばかりで、すごくまた来たいなと思いました。でところでなんですけど、結果なんですけど、全然目標には達成できず、4センチほど足りなかったですね。なのでもう本当に悔しいんですけども、やっぱり僕もここの
豊洲ダムのゴージャップ見たかったんで、ぜひ金森さんまたチャレンジさせてください次は必ず釣りますんで、まあけど豊洲ダムに限らず、まあこれから房総リザーバーでもしチャンスをいただけるのであれば、僕はちょっとどんどんチャレンジしていきたいんで、ぜひ金森さんよろしくお願いしますということで、今日は一日豊洲ダムで釣りしてきたので、もう本当に楽しく思い出になりました。ありがとうございました。